終わった人選手権何そのぬるっとさ。終わった人選手権、ゲームマスターの終わった人です私ですね、かれこれ2年ぐらいですか、終わった人をやらせていただいてるんですけど、襲名制、はい歌舞伎みたい終わった人っていうのは結構世の中にも私以外にもいらっしゃるようで、僭越ながら私の方が次期終わった人を発掘するそういう企画となっております。次世代探そうとしてるのこれで。はい、そうです。なんでワイン飲んでるって。腹立つな、腹立つな。いや、なんか段位があんの、終わった人回に。うんうんうん、3段ぐらい行ったらワイン飲める。ちょっと高いのか低いのか分かんない。そこ、この辺まで行くと、うん、飲める飲める。ファミマの知らない銘柄やつ。これギリ飲んでられるんだよな。これがそこがいい。今回ですね、インスタグラムにて皆様から黒歴史の方を募集しまして、まず一次審査を勝ち抜いた黒歴史たちがねあるわけですよ。そちらの中からまず第1回終わった人選手権の優勝者を僕が最後決めようと思います。ボタンで終わった人、終わった人ってさ押したらさ、うん、録音して終わった人、終わった人が流れるボタンで、何終わった人を獲得したかを競い合ったら面白いよねっていうのを30分前に思いついたのでボタンはないですけど言わなくていいだろ。口でポイントを言います。トリビアみたいなこと。そう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 次回からトリビアの泉方式でいこう。それじゃあ早速やっていきましょう。何その雄太郎みたいなワイン あるけど。終わった人、終わった人ラインスタンプ好評発売中。ファースト終わった人、修学旅行で1個出して踊ってたらミラーリングでホテルすべての部屋のテレビに映された。終わった人、終わった人、終わった人。まあいいね、今現状3終わった人。可愛いな。いや、そう、ちょっと可愛さがやっぱ終わりきってない感じはしますよね。そうだね。確かに逆にね、うん、まあ、そんなこと僕の人生はなかったですけども。全部屋だよこれ。そう、すごいね、すごいね。ガバガバなんだろうな、そのミラーリングの、うん、そのテレビのシステムとかが接続システム簡単にミラーリングできちゃう。だってその踊っ出して踊った動画をもう一回見てたってこと、ミラーリングで。だからそういうことだよね。そうだよね。テレビで大画面で見たかったんでしょ。だからまずこうやって撮ってで大画面で見ようぜってやったら全部のテレビビーって動きちゃってあのクルル総長が本気出してるチンコクルル総長。まあでもクルル総長という点が良かったので4終わった人はい、暫定1ですよ。彼女持ちの先輩のゾウさんをペロペロしたこと。なるほどね。終わった人、終わった人ですね。2ペロはそんな罪悪感なしにしてほしい。そうだよねそうなし。お前の欲望入ったのよ。好きな人の写真印刷してぶっかけしてた。おお終わった人、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 終わって5終わった人行きましたね。金名もそれこれさ、印刷コンビニとかかな、印刷してさ、うん、もう印刷して出てきた瞬間ビンビンだったんだ。学校の女子トイレのモップでおしたことある。いや、これどっちか、まず女性か男性かですね。女子トイレのモップ、でも女子トイレのモップで発情できるんだったら男だと思うんだよね。いや、そうなんだよね。わざわざ女子トイレって言わないもんね。そうなんだよ、女だったらトイレで何このにいたんて。うん、終わった人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 。モップの先にちょっと陰毛とかおしっことかがついてるんだろうなって言って発情してしゃったなと思う。俺だったらそうする。今2位増えた。俺だったらそうする。そうして2位増やしますでもね、トイレまだあるんですよ。あ、トイレまだあるんですか。トイレ、学校のトイレで、はい、先生とうわー、ブルル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 、終わった人高橋名人。16連打してんじゃん。16終わった人で。カンストすごいな。連打のカンストですね。すごっ。男側じゃないんだよな、多分。すごい、なんか一回すごい。だからさ、だからひたひたにすんな。
あなたが一番やっぱすごいっすね。やっぱりあなたがうちを漏らすしね。最近さ、うん、彼女の靴間違えて全部捨てた。何を間違えたの？そういうことなの？彼女にゴミ捨て行ってきてって言われてさ、うん、ゴミ袋3つあるけど、うん、その中の1つは私の靴が全部入ってるやつで、うん、もう1ヶ月あそこの玄関に置いてるでしょって言って、うん、俺も把握してんの、その靴が入ったゴミ袋は引っ越した時のやつ、うん、彼のやつだから、うん、靴の袋以外のゴミ袋2つを捨ててきてって彼女に言われて、うん、うわーっつって捨てに行って、次の日彼女が掃除しながらキューッてして、なんだろうなと思ったら靴捨てちゃってて、でもさ、これ2つゴミ袋持ってってんだよ。あ、ちゃ、3つ、そうね、そ3つあるうちの1つ残してんだよ俺、うん、はいはいはい、じゃあこれは何なんだよって、そんなはずないだろって、うん、俺これは何なんだろうっつって、うん、このゴミ袋みたいのパカッて開けたら、俺のシッティッシュがビチビチ、天が2つだよ。ティッシュビチビチ、ふざけんなよお前。10日後悔しちゃった。なんで10日じゃねえよ。靴とさ、10日後悔しちゃった。シャークトレーズで、何でした？学校のトイレで先生とした。いいね。え、ちょ待って待って待って、うん、アカウント名が明らかに男の子の名前なんだよね。ええ、もう気づいちゃってる。おお、どど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 ど、48終わった人。三高橋名人。そうですね。掃除機でこすってにしてた。に。惜しもしない。惜しもしない。次。います。お母さんとやった。うわうわ。小学生の妹とやった。うわ。でも妹は前回も言わしたからね、うん、え、理解してんのかな、その子はね、ね、妹が気持ちいいとか思うのかな。いやちょっとあんま言うのやめよう俺。なんか俺は危ないよこれ。なんかまあ一応、うん、お母さんといやこれでもキモさちょっとダントツなんで、でもなんか家庭がちょっと心配と意味不明って30終わった人ですね。あ、小学生の妹、こっちは25終わった人ですね。やっぱ先生学校のトイレが強い。いやそのうん好みなの。失恋シチュエーションがラストです。ラストですか、はい、はい。彼女と間違えて出会い頭にキスしてしまった。捕まると思うんだよな。逃げたんかな。おー違うっつって。逃げてたらむっちゃおもろいし捕まってるだろうけどね。なんか見た目でさ、うん、間違えてさキスしてさ間違えたなら大丈夫ですって言うならさ、うん、めちゃくちゃ金髪の女とかと付き合ってんじゃないですか。なんで小声になるの。ここだけの話だよ。ここだけの。いやそれ結構いいですね。これいいじゃ、いいですよねこれ。いいね。お、結構どうしよう。どうだ。40お8お9お、あ50! ちょっと仮想大社だった。で、今並んでるでしょ。あれ48だったんだ、うん、マックス48だったかも、さっきの。あ、そうなの、うん、あもう一回もう一回取りやり直すとそこ。で、4647 7 7もう一回並ぶか。もうちょっと上げてあげてよ。48、49。まあその後のストーリー性とかも考えて一番奥が深い黒歴史でしたね。瞬間の黒歴史にしてはバックグラウンド、過去、未来、これ全部いろいろ想像できるから、確かに絵画とかも一枚の絵からすごいいろんなことが分かるといいみたいなね。言いますから、そういうことですね。アート的な部分から今回は審査させていただきました。ということで今回の終わった人大賞は、出会い頭に彼女と間違えて知らないとキスをしてしまった人でした。そして今回のビリはですね、掃除機でクソガキです。掃除機でしたクソガキがビリです。今度自分もやってみます。ありがとうございます。君は終わった人、僕の親愛なる友人、あなた